皆さんこんにちは。お部屋探しのハートサポートのいわきです。今回ご紹介するのはセンチュリー小山田グレイス。初期費用は9万円。こちらは敷金1ヶ月入って初期費用は9万円としております。はい、2022年11月築の鉄筋コンクリート造マンション。2ヶ月分のですね、フリーレント付きで契約できるお部屋を発見です。はい、募集されている賃料、共益費といった条件はそのまま初期費用をお値引きして皆様にご紹介いたします。 1LDK から 3LDK まであるこちらのセンチュリー小山田グレイス、倉庫数58個です。前半はですね 2SLDK、 後半は 2LDK のタイプをお流しいたしますので、ぜひ皆さん最後までご覧くださいませ。はい、スクリーンショットタイムです。はい、前半が左のタイプですね。撮影するお部屋に向かいます。それではルームツアーをスタートしていきましょう。はい、66.13平米ございますですね。 2SLDK を見ていきましょう。リビングダイニングキッチンはですね 14.4畳、広いですね。食洗機もついているとのことです。床暖房完備とですね、このようにお部屋探しのハートサポートは初期費用がとてもお得な、おすすめできる物件を YouTube 上で最速でご紹介するためにですね、多少雑な編集になってしまっている点あるかもしれませんが、そこはご愛嬌でお楽しみくださいませ。はい、初期費用9万円に含まれるもの、今出ていますね。敷金1ヶ月分も入って初期費用9万円なので、こちらセンチュリー小山田グレイス検討いただいている方、かなり前向きになれるんじゃないかと思いますね。はい、立地はですね、東京都世田谷区多摩堤1丁目にございます。こちらのセンチュリー小山田グレイス。最寄り駅は小山台駅ですね。徒歩15分。また、二子玉川駅のですね、まで、東急バス、東京都市大南入り口のバス停まで徒歩2分。乗車時間は6分です。周辺環境も調べています。コンビニはセブンイレブンが近くにあり、スーパーはマイバスケットがございました。また立地確認するとですね、多摩川の近くです。日々の散歩コースにもおすすめですね。はい、2SLDK 全体をご覧いただきました。後半は 2LDK タイプをお流しいたします。それでは動画後半に続きます。素敵なお部屋でしたね。こちらの物件の詳細資料につきましては、賃貸トレジャーハンターで取得することが可能です。ぜひ皆さんご活用くださいませ。それでは動画後半に続きます。はい、続いてはこちらですね、 57.22平米ございます。2LDK タイプ。このお部屋はルーフバルコニーがついてます。そこを注目してご覧いただきましょう。はい、奥冷蔵庫置きはですね、使い勝手が良さそうです。
はい、それでは設備ご紹介していきます。宅配ボックス、エレベーター、テレビモニター付きインターホン、オートロック、防犯カメラ、ゴミ置き場、はい、こちらがルーフバルコニーです。インターネット利用料無料ですね。 C5 限る、シャワー機能付きトイレ、追い焚き機能付きバス、食器洗浄機、リビングの一部に床暖房完備、エアコン、とのことです。はい、敷地内駐車場もございますね。こちらについては詳細お問い合わせくださいませ。はい、センチュリー小山台グレイス、初期費用9万円、フリーレント2ヶ月付きで皆様にご紹介いたします。以上で素敵な物件でした。今回のルームツアー動画は以上です。次回のルームツアー動画も皆様お楽しみにお待ちくださいませ。私たちが目指すものは不動産業界を塗り替えることだ。お部屋探しのアートサポート。